日野社体工業株式会社は1975年4月から2004年9月まで存在したコーチビルダー。神奈川県横浜市鶴見区に本社を置いていた。日野自動車100%出資の完全子会社であった。2002年10月1日に会社分割を行い、トラック仮想会社を存続会社として株式会社トランテックスに称号を変更した。 バスボデー製造会社を分社化する形で事業継承した日野社体工業は2004年10月に J バスが日野社体工業とイスズバス製造の2社の存続会社となる形で3社合併し日野社体工業は法人としては消滅した1975年4月帝国自動車工業と金山自動車工業が合併し 日野社体工業株式会社に称号変更した。帝国自動車工業の工場を引き継ぎ、神奈川県横浜市鶴見区知って一丁目一番25号に本社を置き、日野社体工業横浜工場としていた。1939年9月に開設され、63年間続いた歴史ある横浜工場は J バスへの統合に伴い、2002年9月に、 閉鎖された。工場は解体され、跡地は大規模分譲マンション、横浜オールパークスとして再開発されている。日野車体工業では、日野自動車の CI 変更で、ロゴマークが、日野から大文字の、日野へ変更された後も、J バスへの統合まで日野の旧ロゴマークを使用していた。バスボデーのほか、トラック2台やトレーラー車体の製造も行い、トラックボデーや、 アルミバンは、日野製シャーシ以外にも仮装していた。トランテックスとなってからも、より積極的に、日野シャーシ以外に仮装している。本校では、日野車体工業の前身となった、帝国自動車工業と、金沢産業の2社についても述べる。イスズ BX91 江ノ島鎌倉、観光費の RA900P 国鉄、専用見識費の車体工業発足後も、 1983年まで、モノコックボデーを、並行生産し、国鉄バス向けイスズシャーシへの仮装を続けた。日の BT71 金山自動車工業に、称号変更直後の製造写真南、交通日産ディーゼル車への仮装例 4R94 東京、急行電鉄費のスケルトン RS 国産発の、大型スケルトンボデーバス。 ヒモグランビューダブルデッカーシャーシフレームまで、角型交換構造に挑戦。ありがとうございます。